お久しぶりですこの YouTube のチャンネルに動画アップするのはちょっとね、えー、ポツポツとラスベガスにいたスロットマシーンのね、動画アップしてるんですけど、まだまだ素材がたっぷりありますけど、ちょっと編集する時間がなかなかなくて、えっ、ー、と、できれば年明けぐらいにがっつりと、結構ね、歌人の中では本来、まあ、動画撮っちゃいけないと言われてるんですけど、結構撮りましたよ。 それを流していいかどうかわかんないけど、一応他に流してる人が YouTube 中にやるので、えー、僕も流します。なのでまあ、それ、つながりっちゃつながりなのかはよくわかんないけど、今年、この2016年も、えっと、僕がね、打つ回数が残り片手で数えるぐらいですよね。一応、明日この動画アップされる日の翌日に、 ナイスチューミー中の収録で鎌田にいますけどその次の日に五反田でピートレックで、えー、ノーリミットあるんですけどもその後に打つかどうかはこの2つの結果手段なんですけどまあおそらくちょっとね今月は、まあ、結構ツイッター見てると分かるんですけどエンペラートアイム継続っていうのを言ってるんで言ってるぐらいなんでちょっといい思いして今年は締めれるみたいなんで。 そのままでいいんでもいいんじゃないかなとちょっと今思ってますで2016年はパ、えー、チソに関してはちょっとね、えー、思ったことをこの動画で言おうかなとちょっと思ってたんですけどまず一つ、えー、と2016年パチソは今まで過去最高にお金がかかりましたサンドに入れたお金が過去最高でむしろ去年よりは150%ぐらい なってます。えー、原因は大きく言うと、えっ、ー、と、AT 機はメインですよね。結構売ってまして、えー、いわゆる純増2.8枚以上、2点、まあ、いわ三3枚と言われている機種、打つ回数が多くて、えー、それで、正直、今年、結局、万枚が0回だし、5000枚が、えー、かって、かないや、 両手ギリいくぐらいなんで、あの、本当にひどかった。ひどい。あの、2016年こんな感じだったら、なんか来年もっと甘くなりますって、結構みんな盛り下がってるんですけど、いや、いいんじゃないかなって、ちょっと僕はね、思っているところなんで、過、え、去、ー、最高にお金かかりまして、えー、出た枚数が、えっ、ー、と、正直、今年はかなり少なかったんで、 えー、それでここから出る機種はなんか5000枚出すの難しいみたいなこと言われつつおそらく今年そして去年実は結構負けましたんで今年と去年の負け額は果たしていつ取り返せるのかって多分取り返せないと思うので、えー、諦めてます真面目にしようとしようかなといやカナなじゃなくて真面目にしようとしますえー、まあ 中で2016年、一番輝いた機種が、まあ、たくさんあります。僕その、要は、えー、A タイプは当然変わらず、ジャグラーが非常に僕、いいと思うんですよね。特にファンキーがね、非常に暴れんぼで、えー、全然、あの台は短時間で3000枚とか、僕は2回くらい経験してるんで、まあ、夢もあるし。えー、それと、あと A タイプで言うと、やっぱりね、バーセスとか、えっ、ー、と、 バーセスですね正直僕は A タイプでまあ花火はちょいちょい売ってますけどやっぱりバーセスの方が僕的には好きなんかなクランキーコレクションもえっとこれ言うとあるんですけどまあホールの方から聞いた話なんですけど設定1で5000枚が出ましたっていう報告もえと聞いてましたんでまあ夢はあるよねあの定設定でもそれぐらいムラがあるような A タイプが今後とも増え続ければ AT 格なくなくてもなんかちょっとこう納得するような出玉をもらえるんじゃないかなと思います。で、A ブラス ART 機は今年僕の中ではナンバーワンがかなりえっとダントツになりましたけど、マドマギ2、まあ結構評価はバラバラなんですけど、僕的にはあの作り込みの A p l u AOT のな押しが楽しいとか、えーと、こういう時にボーナス引いたら熱いとか、そういうのはね、非常に僕的には好きなんで、まあえー、過去に好きな棋種というと、まあ、要は忍びン1、2が好きだし、えー、とあとエウレカとか好きだったりとか、あと皆さん分かる方は分かると思うんですけど、徹夜2とか、そのあたりの A p l u AOT 結構好きだったんで、その感じの要は順純はそんなに多くないんですけど、まあ、ゲーム数を乗せて頑張れば。 えー、結構納得する出玉がもらえる的な機種は僕の中ではかなり海外出たと思うのであと、まあ、これからまだ、えー、と今週この動画の今週でシェイクが入りますのでかなり期待しておりますシェイクはね、えー、フラッとちょっとしか情報見てないんですけどあの基本純増2枚で要は40ゲームのワンセットで セット数は乗せ的な感じだったりとかまあその番長2の匂いが結構するので僕的にはかなり期待して、えー、とできれば近いうちに打ちたいと思いますただね年末年始はねホールに行くのはねちょっとまあまあほどほどに適当に遊んないいかなと思いますけどまああの最後にねえっ、ー、とまあ できれば今年また年内には動画また上げたいと思うんですけど、まあ、2016年、えー、と現時点の総終史でいうとユキチたちが、えー、と昔,昔ね番組やってましたけどユキチ100人集めましょうっていう番組やってたんですけどその番組を逆にして、えー、プラスなんだかんだ 40. ぐらいですね、現時点で。マ、え、イ、ー、ナス148ですね。ユキチ148が今ね、えー、僕の貯金からも、働いたお金からも、聞いてきまして、えー、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、仕事は動画に出て、パチスを打って、 楽しいいなっていうのをね面白いなっていう自分の思うままに伝える仕事なんですけど、えー、今年何回も仕事じゃなかったらはあっていう時もありましたけど、えー、となんとか11月12月は笑顔でレバー叩くことができましたんで、えー、皆さんね、えー、と望んでるかどうか分かんないけど僕は2017年もこのまま。 パ発送業界に火残ると思います。えっ、ー、と、それでは今回の動画はここまでにします。それ、皆さん、goodbye and goodnight。